広島ドラゴンフライズの浦社長は、新アリーナの候補地として JR 広島駅北口を考えていることを明らかにしました。広島市東区では今日、新アリーナの整備に関するシンポジウムが開かれました。広島ドラゴンフライズの浦社長やプロ野球の新球場建設に携わった関係者らが出席、立地が重要との意見などが上がりました。シンポジウムの後、浦社長は広島駅北口の JR 西日本の旧広島支社跡地を候補地として考えていることを明らかにしました。 JR さん、その今後活用をですね、まだこう決まってないという話をちょっと伺ってますので、どうでしょうかねっていう話をしてみたいなというふうには今思ってますね。近く JR 西日本側に検討の余地があるかどうか相談したいとしています。